ストローブ株式会社と申します。ストローブはストロベリーフィールズフォーエバーというビートルズの曲名から取ったもので、STRAWB というのが、サイエンステクノロジーリサーチ&ワールドワイドベターメントの頭文字になります。科学技術の研究を通して世の中のお役に立ちたいという私たちの願いを経営理念として表しています。積層型静電アクチュエーターでございまして、商標名はシンプルトンという商標を持っています。素材としては銅箔とプラスチックということで、レアメタル等を使わない安価な原材料になります。この製品は並行する平板電極が幾重にも重なった紙バネ構造、互い違いに折り曲げた構造になります。筋肉の動きを人工的に作り上げた直導型の構造です。電極に互い違いに電圧を加えることで空論引力を発生し収縮運動をいたします。一つ目の特徴は非常に大きな発生力を生み出すことができます。静電エンジンの動画を見ていただいてお分かりいただけるのは、非常にですね、動きが速いという応答性が良いというところがご確認いただけると思います。電極間距離の事情に反比例して力が大きくなりまして、電極間隔を 0.6 ミクロン、因果電圧を300ボルトとした時の発生力は10キログラムフォースパースキュアセンチとなりまして、人の最大瞬発力や車を動かす力になります。キャッチコピーとしては、エンジンモーターに次ぐ第3の駆動機構というふうに私どもは位置づけています。2つ目の特徴といたしましては、エネルギー効率が約 50% と人工の動力としては非常に高効率になります。私どもの技術は電流制御ではなく電圧制御であるということです。力を保持している状態で電荷の移動がありませんので、エネルギーを消費いたしません。エンジンの場合は 30% 程度のエネルギー効率になりますけれども、それに比べて随分高いということになります。銅箔とプラスチックの軽いフィルムで作られますので、モーターに比べて非常に軽量になります。モーターの場合には体積力になりますけれども、静電アクチュエーターの場合は面積力ですので、本当に軽いフィルムで十分だということです。アクチュエーターは回転しないために周動音がしません。工場内での低騒音化とかですね、人の近くで作業するロボットの騒音被害をなくすことができると思います。今後の展望といたしましては、まずは力が出るものをですね、1キログラムパースキュアセンチの発生力のプロトタイプを完成したいと考えております。それができましたら量産研究、そして応用研究に入ってまいります。応用研究ではロボットやウェアラブルなパワードスーツの内蔵を考えております。そして量産時の委託先や川下産業との協業化を希望しております。